アンジェルス・グラゴリは、スペイン・バレンシア州出身の詩人、カタルーニャ語で執筆している。初開催された2005年以来、ウリーバ国際主催のディレクターを務めている。1985年に、バレンシア州バレンシア県ウリーバに生まれ、大学に入学した2003年からバルセロナに住んでいる。バルセロナ大学で、文学理論と比較文学の学位を取得し、 カタルーニャオープン大学で文化マネジメント、カタルーニャ語教育、カタルーニャ語文学の修士号を取得した。2003年には、諸女子州、バンベリンズでアマデウリエー賞を受賞した。19歳の時には、ブリーバ国際司祭を立ち上げ、毎年ディレクターを務めている。2007年には、イーブレデレ・ブランデレスでアウジアス・マルクス賞を受賞した。2010年には、ニューヨーク、 ナボコフバイシクリーツで、アルフォンス・アル・マグナニム賞を受賞した。2013年には、クアン・エルム・ダイベンドラで花の縁を受賞した。このように、グラゴリは何冊かの詩集を出版しており、イタリア語、スペイン語、フランス語、クロアチア語、アストリアス語などに翻訳されている。ありがとうございます。